はい、どうも、皆さん、こんにちは。はい。ですね、今回はですね、酒ではなくてですね、コメントでありましたが、ファミコンとかのね、掃除をね、ウープしてくれみたいなのがあったんで、でちょうど、最近ですね、このドラゴンクエストっていう、まあ、1ですね、初代のドラゴンクエストのファミコンのやつね、をですね、今さっき届いたので、ちょっとネットで買ったんですけど、こちらちょっとね、初代俺、ファミコンのやつはやったことなくて、スーファミのやつならやったことあるんですけど、まあ、こちらのですね、まあ、とある、このドラゴンクエストの発売するにあたって、堀井雄二とか、杉山浩一とかがですね、出てくる、まあ、杉山浩一さんとかね、堀井雄二さんが、出てくる、ニコニコ動画のね、動画がね、を見て、ちょっと、すごい、このドラゴンクエスト1のやつをやりたくなったんでね、まあ、こちらをね、今度実況していこうかなと、思うんですが、その前に、まあ、掃除をしようと。端子をね、ファミリーコンピューターの端子を、掃除して、見ましょう。まあ、前も結構、ニコニコ動画の方に俺あげたんですけど、まあ、YouTube の方にはあげてなかったんで、まあ、こちらですね。まあ、無水エタノールという、まあ、ほぼエタノールというか、アルコール度数がね、驚きの、これ何度 ?99.5% という、アルコール度数が 99.5% というですね、恐ろしく強いので、確か、あれなんだっけ、ウォッカの一番強い、スピリタスというのは、がありますけど、あれは、アルコール度数96度ですから、それよりも 3% 以上高いというですね。ほぼ、まあ、これ、無水って書いてありますけど、その通り無水なんですよ。水が入っていない。もうまさに、エタノール。まあ、これをね、綿棒につけてね、まあ、ただこうやって、シャカシャカシコシコやるだけなんですけど。まあなんかね、これを見たいっていうね、人がね、まあ、いますね。まあとりあえず、ついでにこれをね、まあやった後に、まあ、YouTube の方でちょっと、ドラゴンクエスト1をですね、実況プレイという感じでね、していこうかなと。考えております。まあ、結構ね、端子がね、こんな感じで結構汚れてますんで。まあ、とりあえずこの無水エタノールで、あらかたこう、掃除したらですね。まあ、なんでこれ無水エタノールを使うかっていうと、端子は、金属、電子機器ですんで、基本的に水に濡らすと、まあ、完全に乾かせばいいんですけど、乾くまでに時間がかかりますんで、それによって端子が錆びるんです。水っていうのはそもそも酸素。水って H2O ですから、H が、まあ、水素。水素と酸素が結合してできてるんで、もうそれ自体がもう酸化の原因になるんですね。多分ね。なので水につけるのは基本的にやらないで、まあ、あとその、通電させるときに、水がかかってたりすると、他のところに、まあ、電気が、ね、なんて言うんですかね。うん。通電した時に水に濡れていると、漏電して、他の部分に電気が行っちゃったことによって、ぶっ壊れてしまうと。いうので、基本的にやめといた方がいい。ほら、結構汚れてるでしょ。こっちも結構汚れてたけど、ね、こんな感じでね。
まあこれ Amazon で買ったんですけど、まあ別にそこら辺のブックオフとかでやってもよかったんですが、普通に端子が結構綺麗なんで、これでも結構汚れてるけど、まあ、これが発売したのが1986年ですから。でも端子自体は結構日焼けもしてないし、サビもついてないんで、かなり綺麗ですね。掃除したんかな？もしかすると誰かが、この販売者の方が、会社の Amazon のその、中古のショップの人が、掃除したんかもしれないし。で、この、コンタクトスプレー接点復活剤というのを使います。これも、まあ適当に吹きかけて、端子を、シャカシャカーっとやると、これはあの接点、まあいわゆる油みたいなもんで、サビを落としたり、あと、サビの、つかなく、サビを予防する、空気に触れることを防ぐ。で、さらに潤滑油として、その、これを刺したときに、本体に、ファミコンに刺したときに、その、刺しやすくするというか、まあ、潤滑剤にも使う。にもなる。かなり、優秀です。結構綿棒でね、やるとなんか、綿棒のこの、あれがついちゃうんですよ。毛くずみたいな。仕方ないんだけど。あらかたつけて。毛くずも取って。毛くずがどうしてもこの、ついちゃう。よし。まあ、こんなもんでしょう。まあ、あと、接点復活剤を使うのは、あの、ファミコンを挿して、ポチッと電源を入れたときに、あの、古いやつだとそのまま使うとね、あの、だいたい5割型、あの、電源がつかない。なんか真っ白い画面になったりとか、ピーとかなんとか言ったりとか、まあ、バグったりするんです。まあ、それに伴ってね、あのデータが消えたりとかってするの、予防にもなります。データのよ、あの、うん。あれなんだ。だいたい消えるゆえんが、データ消えるのは、だいたいそれの時に消える。刺した時に、刺して接触不良で電源を入れた時に、まあ、いわゆるバグって消える。それが多いので、それの予防にもなる。非常に優れた。ものです。ということで、終了。もう、これで終わったわ。これで、終わり。これで終わり。はい。ということで、ファミコン、掃除するだけの枠でした。次からは、動画でも撮りまーす。お疲れでーす。